唐津市ニュースの時間です。本日お伝えするニュース内容です。賞味期限が近づいた唐津市の災害備蓄食品を有効に活用してほしいと、4月22日、子ども食堂などを支援している団体に米や保存食などを提供しました。唐津市では熊本地震や東日本大震災などを教訓に、大規模災害に備え、被災者の避難生活に必要な災害使用の食品を備蓄しています。今回その備蓄食品の賞味期限が近づいてきたことから、今年3月市内に初めて開所された子ども食堂などを支援する団体唐津に備蓄食品を提供することになりました。今回ですね、初めてフードバンクさんの方に備蓄食を提供させていただきました。今まではですね、自主防災組織の訓練などに提供しておりましたが、今後はですね、より有効利用を図っていくために、こういったフードバンクさんにもですね、提供をできる限りやっていきたいというふうに考えております。今回ですね、たくさんのお菓子をいただいたので、これから開催される子ども食堂さんに順次お渡ししていければなと思います。やっぱり子どもさんお菓子大好きなので、なかなかお菓子の提供というのは難しいと思う中、こうやってたくさんの提供をいただいたことはとても嬉しいことだと思います。旧良木地区の令和4年度戦没者追悼式が4月22日旧良木町中島の旧良木町保健センターで行われ、遺族と関係者が御霊へ哀悼の意を表すとともに、恒久平和への誓いを新たにしました。旧良木地区の戦没者追悼式には遺族や関係者などおよそ30人が参列し、旧良木地区の221柱の戦没者に対し黙祷を捧げました。式の中で峰達郎唐津市長と来賓の笹山重成唐津市議会議長が追悼の言葉を述べました。凄惨な歴史を風化させることなく、後世へと伝え、過去に学び、未来に向かい、何をすべきかを考えながら行動することは、今を生きる私たちが出さなければならない責務でございます。先の大戦から77年が経過し、戦争を直接知らない世代が人口の8割を超えた現在の日本において、平和の尊さを深く心に刻み、あの悲惨な歴史を決して風化させることなく、後世へと継承していくことが今を生きる私たちの責務であります。この後、遺族の代表や関係者が祭壇に白い菊の花を捧げ、御霊へ哀悼の意を表しました。最後に旧良木町遺族会の荒田悟会長が、今後二度とこのような戦争が起きないように後世へと伝えていきますと謝辞を述べ、追悼式は終了しました。唐津の美しい海を守ろうと、4月24日玄海国定公園に指定されている波戸岬で清掃活動を行いました。波戸岬一帯で行った清掃活動には、地域住民や高校生、企業などからおよそ450人が参加しました。清掃活動を前に、主催者の山口義則佐賀県知事が、総合学習の一環で海の環境を守る学習などに取り組んでいる港中学校2年生立ち会いのもと、不用意に捨てられたプラスチックごみが自然界に深刻なダメージを与えています。一人一人が自ら考え行動することで、
佐賀の自然を守っていきましょうと宣言しました。2022波止岬ビーチクリーンアップは、佐賀の豊かな森、川、海を住民や企業、行政が一体となり次世代につないでいこうと、佐賀県や唐津市などが昨年から行っているものです。清掃活動では参加者が海岸を中心に漂着ごみやプラスチックごみなどを丁寧に拾い集め、およそ1時間心地よい汗を流していました。また5月28日土曜日、29日日曜日に波止岬一帯で開催される九州初のキャンプフェス、唐津シーサイドキャンプ2022 in 玄海灘の主催者などが波止岬野外ステージに集まり、イベント開催に向けて機運を高めるため座談会を開きました。座談会には山口知事や峰達郎唐津市長、実行委員長の橋村和則さん、ボランティアを取りまとめる市内の高校生が参加し、この地域は昔から芸能文化が盛んな歴史ある素晴らしい場所であることや、イベントを通して新しいコミュニティを醸成していきたいなど、それぞれがイベントに寄せる思いを語っていました。続いては唐津市からのお知らせです。子育て支援課からのお知らせです。夏季休業期間から放課後児童クラブに入所する児童を募集しています。受付期限は5月2日月曜日から31日火曜日までです。応募対象者は7月1日金曜日から8月31日水曜日までの期間に入所し、年度末まで放課後児童クラブを利用したい人です。申し込み方法は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて子育て支援課または各市民センター総務福祉課に提出してください。新型コロナウイルス感染症予防のため郵送での申請も受け付けています。郵送の場合は5月31日火曜日必着です。入所要件や必要書類の詳細は市のホームページにも掲載しています。また申請書のダウンロードも可能です。入所決定は申し込みの先着順ではありません。提出された書類をもとに選考を行いますので、記入漏れや添付書類の不備などがないようにお願いします。ただし、すでに定員を超える放課後児童クラブについては入所案内ができない可能性があります。お問い合わせは子育て支援課電話 72-9151 または各市民センター総務福祉課までお願いします。放課後児童クラブでは入所する子どもたちをサポートする支援員を募集しています。お問い合わせは社会福祉法人唐津市社会福祉協議会児童福祉課電話 70-2348 までお問い合わせください。以上、子育て支援課からのお知らせでした。
江戸時代に参勤交代の道として九州北部の諸大名が使った唐津街道の歴史と景観を楽しむ歩く唐津街道の旅2022が4月24日唐津市を皮切りに始まりました。集合場所の唐津駅北口には県内外から110人の参加者が集まりました。150回の節目の開催となった今回は、参加者全員に唐津街道の宿場が記されたオリジナルの手ぬぐいがプレゼントされました。唐津神社での出立式を終えた参加者は、初日のゴールである糸島市の鹿川駅を目指し、およそ13キロのウォーキングに出発しました。国土交通省では、ウォーキングや街道遺産巡りなど道を題材とした地域活性化のための取り組みを日本風景街道としてエリアごとに登録していて、全国で144ルートがあります。九州にある15ルートのうち、唐津、糸島、福岡をエリアとする玄界灘風景街道では、2009年から歩く唐津街道の旅を開催していて、北九州市若松区から唐津市に至るおよそ140キロを10回に分け、周辺の歴史遺産を巡りながら歩いています。このうち唐津市では、木和田町にある札の辻跡や大石町の石造り恵比寿像、虹の松原内にある半坂石など、唐津街道沿いの歴史遺産を案内人の解説とともに巡りました。参加者は唐津街道沿いの歴史に思いを馳せつつ、唐津の昔ながらの町並みや美しい自然の景観を堪能しながら、ウォーキングを楽しんでいる様子でした。次回は5月22日に開催され、鹿川から深江までのおよそ11キロを歩きます。続いて市内の風景をご覧いただきます。今回は唐津茶の一番茶摘みの様子です。4月の定例記者会見を28日に市役所本庁で開き、市が実施する新型コロナワクチンの集団接種についてや、大型連休中にボートレース唐津で開催するイベントなどについて、峰達郎唐津市長が説明しました。会見では初めに、5月7日土曜日に実施する新型コロナワクチンの3回目接種者を対象とした集団接種で、
予約なしで受けられる枠を設けることを説明しました。集団接種で使用するワクチンは武田モデルナ社ワクチンで、対象者は市内に住んでいる18歳以上の人で、3回目の接種券を持っている人です。予約なしで接種が受けられる定員は200人で、接種当日、3回目の接種券、予診票、運転免許証など本人確認ができる書類をお持ちいただければ、接種を受けることができます。このほか、大型連休中にボートレース唐津で開催するイベントと、5月28日土曜日と29日日曜日に波戸岬海浜公園で開催される唐津シーサイドキャンプ2022 in 玄界灘を紹介しました。定例記者会見の模様は YouTube の唐津市公式チャンネルで後日配信します。災害が発生した際に都市ガスなどを安定的に市民に供給できるように、唐津市は4月26日、唐津ガス株式会社と災害時における都市ガス等供給協力に関する協定を締結しました。協定締結式には、峰達郎唐津市長と唐津ガス株式会社の松本清則代表取締役社長が出席しました。災害時における都市ガス等供給協力に関する協定は、災害時にカセットコンロや炊飯用具などの応急対策用資機材などを安定的に市民に供給しようと、唐津ガスの申し出を受け締結したものです。近年の激甚化並びに頻発化する気象状況を考えますと、災害が発生する前、平時からの行政と民間の連携が非常に重要となるというふうに考えているところでございます。今回の本協定の締結によりまして、今後連絡体制や物資の供給など災害についての情報交換を行わせていただき、有事に備えてまいりたいというふうに考えているところでございます。唐津市は住み続けられる町で あってほしいということです。強靭性、レジリエンスを高めるためにもですね、なんか地元のエネルギー会社としてですね、何かちょっとでも貢献できるんだろうかと、そういったところで結ばさせていただきました。協定では他にも、有事の際に都市ガスや資機材の調達とその供給に要する応急対策要員が派遣されることになっていて、市民の安心安全の確保のため、今後も民間と行政が連携し、災害に強い唐津市を目指します。唐津市役所の令和4年度新規採用職員を対象にした行政職の基礎を学ぶ前期の研修が4月27日に最終日を迎え、峰達郎唐津市長が職員の心構えについて話しました。7日間行われた前期研修の締めくくりとして、この日の研修では峰達郎唐津市長が市役所職員としての心構えなどについて講話しました。この研修は、今年4月に採用した行政職41人を対象に、行政の基礎知識や接客マナーなどを習得するために行っています。講話の中で峰市長は、職務に対する姿勢を次のように話しました。しっかりと皆さんと市民の安心安全、財産を守るというね、大きな役目がありますので、そういったことも合わせて皆さんは心にしっかりと肝に銘じていただかなければならない、ね、そして唐津市がもっともっと発展するように、そして市民の方々が笑顔が増えるようにね、皆さんと一緒になって頑張っていきたいと思いますんで。
新規採用職員は正式採用される10月まで、市役所の文字通り市民のお役に立つところにふさわしい人材に成長するよう、各職場で実務経験を積み重ねていきます。続いては唐津市消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。統一テーマは考えよう、大人になるとできること、気をつけること、18歳から大人にです。民法の改正により4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。成年になるとできることが増える分、責任も生じます。周囲の大人も含め、今だけ、ここだけ、自分だけの消費行動を控え、生産や廃棄の際に環境に負荷をかけない商品を選んでいるか、買いすぎていないかなど改めて考え、適切な消費行動を取りましょう。不安に感じたり不審に思ったりしたときは、一人で抱え込まず相談してください。平日はここ唐津市役所1階の唐津市消費生活センターで相談を受け付けています。電話番号は 73-0999 です。土曜日曜祝日は消費者ホットライン局番なし188いややにご相談ください。全国どこからでも相談ができ、近くの消費生活センターにつながります。思いがけないことが起きたときは、まず深呼吸。5つ数えて対応してください。以上、唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。